茨城県立筑波特別支援学校は茨城県筑波市玉取りにある県立特別支援学校。開校から2012年3月31日までの名称は茨城県立筑波養護学校。高地面積は3.5ヘクタール温水プールを設け全教室にエアコンを完備する。生徒の定員は180人であったが開校時から 生徒は211人在籍しており、設置検討段階における生徒数予測の甘さが指摘されている。こうした事情から、本来は普通教室ではないグループ室等を、普通教室に充当したり、一教室を隔壁で仕切ってに教室にするなどの対策がなされている。知的障害教育部門と死体不自由教育部門からなり、それぞれに以下の学部が置かれている。 市下併設型の特別支援学校は、茨城県下では初である。1995年6月の茨城県議会第2回定例会において、筑波市に養護学校を設置する制願が出され、1998年3月の県議会第1回定例会で採択され、開校が決まった。開校準備室は、茨城県立下妻養護学校に置かれていた。開校までには、 県民によるおよそ20年に及ぶ請願や署名運動が展開されてきた。ありがとうございます。